アラペコアザラシと申します。信長の野望申請 PK、 難易度は超級、シナリオはオケアザマ、選択大名は佐竹。第42回を始めさせていただきます。前回は北陸で織田軍を撃破、今度は濃尾平野に進軍しているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。いよいよ松並城は狙っていきましょう。そしたらこちら国主の部隊撤退です。お、信長南下してきましたね。これはいいぞ。で、あとは神原城からも7500まで復帰したので、義重も来てますし、綱重も出していきましょう。で、これで1234567899部隊で、太田三落祭も出していきたいですね。そしたらここの部隊がちょっと先行しすぎてるので、一旦戻って鳴海に向かわせましょう。いいよ。ああ、三条の方もやばいですね。で、駿府館からも太田さん出していきましょう。鳴海城、で、これ清須城な、どうしようかな。攻城戦したいんだよな。攻城戦して威風を轟かせたいんですよね。厳しいかな。援国投与やれるのでやっていきましょう。あと先導ですね。お、用地に集中して先導を仕掛けましょう。規模は小さくなりますがっていうことですね。任されましたぞ。まあこれでいいでしょう。で、あとは労力余ってるので、浄化施設は信玄のところを増築していきましょう。信玄は親善をしてくれてますからね。で、テルトラの部隊が1万7000まで行ってるので、ちょっとこれ出していきましょうかね。1万7000あったらいけますよね。鳴海に向かって進軍です。城を攻める。で、新田金山の真田昌幸も出せますね。武田信玄も出していくか。8800ありますからね。清須城で、岩槻から島佐古も出しましょう。鳴海城、城攻めと行くぞ。で、あとは新田金山から出すのはもうちょっと待った方がいいかな。いや、もう出てるから行かせるだけ行かせるか。少し工夫を加えますかな。清須じゃない、清須じゃない、鳴海。とりあえず鳴海に全兵力を蓄えさせたい。これでいいでしょう。出陣いたします。で、水の屋さんも出していきましょう。鳴海城、我らで城を奪いに参る。で、柳田さんもね、ちょっと使いたいんですが、土屋さんか、ちょっと戦力的に不足してるんだよな。小早川高影とか、この辺り出していきたいですね。で、間宮さんも出していきましょう。次はどのように。間宮さんも鳴海に向かってあの城は落とされ進軍です。210日ってとんでもない量だな。あー、未掌握なんだよな。お金もちょっとあるし、春日、いや、でもそろそろ本拠地移転またしたいからな。で、海津城からも鳴海に向かって進軍です。で、小早川隆景も少し考えましょう。鳴海に向かって進軍と。我らで城を奪いに参る。これでいいんじゃないか。ここの部隊だけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 部隊。ただ多分この部隊だと、この部隊たちは混乱持ちがいないんだよな。それが厳しいな。
最後樋口兼次入れるか、天の時持ってるんですよね。こちら混乱不要だからな、樋口兼次出してもいいですね。では進めていきましょう。やりました。国衆取り込み命を閉じて働きまする。よし、米問屋がまた増築できるので増築していきましょう。はい。やばいな、お金がないじゃないか。4000しかない。もう2000しかね、ちょっとね、月稼げてないですからね。でこちらが8部隊、4部隊ですね。でまだ1部隊しか来てないですが、すぐ来るので if 今日発生させられますね。ただ清洲城がね、 if 届かないんですよね。防衛甲状腺の状態になってますからね。申し訳ございません。うわー、綱茂がやられた。綱茂が被害を受けたか。一旦そしたら撤退させよう。そしたら掛川から大久保忠則その代わり出しましょう。兵力的にはこちらの方が強いですからね。いよいよ引き抜き続けて出てますね。やっていきましょう。で大久保忠則も出していきましょう。鳴海城では進めていきましょう。いよこのまま鳥羽城で一気発生。よし、本田忠勝を闇討ち成功ですね。国衆取り込みしていきましょう。領地替えはとりあえず拒否です。威風発生させてなんとか取りたいですからね。北の大地も取りたいな。で東海道を通ってるこちら信濃からの部隊は一旦小諸に戻って鳴海を狙いましょう。今清洲城出てたな。ダメダメ、清洲城にはまだ早い。では進めていきましょう。戦が始まる、備えよ。これは北の松並城だな。加藤清正といえね、強撃かかってればね、そう強くないですからね。これまでか。うん、高屋隊が壊滅、沢田城が動揺ということで、やっぱり強いな。そんなに強くないかと思ったけど、さすがだな加藤清正。にはまだ足りぬ。はい、これにて松並城陥落。敵将を捕らえ、投与していきましょう。あー、投与失敗。お、加藤清正がいいですね。これは士官をさせたい。大農村があるところか。太田城じゃなくてさ、前線の城、前線の城。犬山か。犬山行けますね。犬山いいですね。こちらに10年間だとまだ70か。そしたら犬山城で20年。これでどうだ。かたじけない。解放しましょう。首を取らぬ。いいよ、撤退しましょう、うん、そしたら松並城は結構傷つけちゃったからな。ちょっと傷つけちゃったし、多分出陣することないでしょうから、こちら適当な方にお任せしましょう。で商人町建てるか。お金を稼ぐために商人町建てましょう。松並城は商人町の町にしよう。沢田城もな、鋳造所がある。あ、それはそうか、佐渡金山があるもんな。ここもな、出撃することないだろうからな、商人町に切り替えましょう。はい。で松並と沢田は商人の町にしましょう。で東海道を登ってきたと。であとは樋口兼次を出して混乱要員として活躍させましょう。顔向けできません。
よし、一発加えられれば大丈夫大丈夫。で、農地開墾をしていきましょう。ちさかさんにお任せしましょう。受け止まりました。で、ここで清洲城甲状腺負荷になってるな。威風とどろかせたいんだよな。また農地開墾出てきましたね。やっていきましょう。稲葉一徹にお任せしましょう。承知つかまつった。お金がないのでちょっと増築は控えましょう。東洋はやっていくか。申し上げたきこと。でもちょっとお金がないな。これだけの半島を誇ってるのに。貴殿にお使いします。これで最初の4部隊一旦戻して出撃で、安城城鳴海に向かって進軍と城を奪ってみせます。これでどうよ。進軍してこないな。で、農地開墾できるのでやっていきましょう。おせんさんにお任せしましょう。お金がない、お金がないぞ。これでぶつかりますね。はい、合戦やっていきましょう。8部隊12部隊こちら10万ですからね。で、鹿島神宮の効果もある。樋口兼次もいる。混乱の方もいるから、これでいけるはずですね。8部隊12部隊織田信長との織田信長と戦う。ここでなんとか被害を最小限に勝利を収めたいですね。いや、右翼が弱い。信長だけですね、強いの。左翼は結構強いけど。そしたら混乱要員の柿崎影絵と太田三落祭で突破しましょう。で、こちら吉重もちょっとね、兵糧ないでしょうけどね。でもちょっとこの後の戦いのこともあるからな。で、柴田茂家、うん、この辺りで突破していきましょう。トキさんがちょっと弱いですね。では進めていきましょう。右翼を突破してね、できれば軒口破壊で優勢勝利っていうのを目指したい。で、信長とはぶつかりたくないですね。柿崎影家はそのまま進軍と。で、太田さんも詰めて、相馬さんもこちら進軍していきましょう。で、柴田、樋口、吉重、大久保さん。で、トキさんはサポートで動いていきましょう。では進めていきましょう。森吉成との戦いですね。柴田茂家がレベル11か。そしたらトキさんで、柴田茂家も向かわせましょう。トキさんじゃちょっと力不足ですからね。柳沢隊が来てるな。これめんどくさいな。トキさんはそしたら高台向かわせましょう。では進めていきましょう。制圧と、はい、騎馬突撃レベル11。いいよ、1800もダメージ与えた。高台からね、射撃したいですね。で、柿崎影家が制圧。いいよ、制圧した。そしたら樋口兼次でちょっと前進みましょう。で、トキさんが、違う、トキさんが高台まで向かいましょう。で、ちょっとね、その間吉重と柴田さんでね、ちょっとね、こちらをね、この要所でね、少し時間稼ぎをしましょう。で、こちら小西雪長隊も来てますね。太田さんでまっすぐ進みましょう。では進めていきましょう。高台から射撃使いたいけどね、ちょっとね、レベル10、これ突撃一発じゃないか。
高台に残りましょうかね。はい、一撃で壊滅。そしたら柿崎影家で泣かしましょう。はい、一部隊撤退。いよいよ、はい、制圧。柿崎影家も高台から射撃に加えましょうかね。でこちら射撃加えてますね。いよいよで森吉内撤退。吉重が体力減ったので下げましょう。前方の前には物の数ではないわ。いいよ。はい、小西行永大も撤退。これにて優勢勝利。いやー、さすが鹿島神宮の子が素晴らしい。まともに危機を迎えることなくね、圧倒的に勝ちましたね。さあこのまま清須城攻め、威風今日発生だけど風がどうなるかですね。清須城は周りがってところですね。そんなことが、そんなことが、寺を手に入れたと。寺の商業プラス500は大きい。であと清須城は動揺状態はいいんだけれども、兵糧できればここは、そしたらこの舞台でそのまま亀山向かいましょう。で相馬さんがちょっとね、兵糧少ないのでね、このまま清洲城攻めに相馬さん向かわせましょう。であとは加藤清正着陣したみたいなので清洲城に向かいましょう。清洲城はちょっとね傷ついちゃって嫌なんだけれども、あ、でも開発率17まで下がってますね。まあそうか、周りを取ったからいいのか。とりあえず清洲城は攻めちゃいましょう。で笠原さん金山城も出しましょう。城攻めですか、心せねば。で国衆の部隊とかが来てますね。そしたらもうこっから先はなかなか大友との戦いもあるから、洲本城も落とされてますね。織田との威風をかけた戦いはこれが最後になりそうかな。北陸もこのまま落とすしかないかな。傷つくのが嫌なんだよな。ただ威風とどろかしたおかげでちょっと動揺状態が走りすぎちゃって、本田忠勝もせっかく痛めつけちゃって、今だったらこれだったら勝てますからね本田忠勝。ただ動揺状態になっちゃってるからな。動揺解除させても威風弱止まりだろうな、せいぜい。とりあえず清洲城は攻めましょう。もうこれはもう落とすしかない。であとはこちら濃尾の方に向かっている部隊は、稲葉山に向かわせるか。とりあえず稲葉山に向かわせましょう。飯田城にね、ここねわざとね孤立させて残してますからね。で雪鷹とか使おうかな。お、海上交渉が出てますね。桜ボラ、いかがですかな。あー、お金がないからできない。士官受け入れていきましょう。はじかのさんの万段絵も怖えな。で沼田さんとお使いいたそう。会場交渉したかったけどな、ちょっとお金がないからできないですね。で今後の戦略としては清洲城攻めで、信濃の方にいる部隊は全軍岐阜城、稲葉山城ですね、稲葉山城に向けて。でこの部隊はどこに来るかな。そしたら大垣攻めてもいいか。このまま大垣攻めてもいいな。そうしましょう。秋山信友も大垣向かわせましょう。
ただやっぱり後方の部隊は兵糧がないな。大道寺正成出すか。大道寺正成で引け魔城から太田さんも出していきましょう。で長篠城から清水さんも出していきましょう。もうさすがに無理だな、関東から出兵させるのは。ちょっと兵糧が無駄すぎるし、ちょっと武将がもったいない。斎藤智信も出していきましょう。大垣城、あとはちょっと濃尾をせっかくここまで取りましたからね、少し入れ替えていきたいとこですね。では進めていきましょう。いかがだったでしょうか。いやー、関東からの出兵もうかなり厳しくなりましたね。やっぱり東海道を通っても中山道を通ってもかなりね、まあちょっとね、行軍がね、日数がかかってしまいますからね。まあ波岡伝とかね、あるとね、かなりまあここら辺ね、南東北からでもね、出兵できたりとかね、かなりいけるんですけれども、ちょっとね、残念ながらね、持ってないのでね、ちょっとここはまあ本拠地移転も含めてね、まあちょっと考慮していきたいと思います。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。